愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。早速ね、 Google フォームにいただいた質問相談に一つ答えていこうと思います。今週は北海道にお住まいのラジオネームミルクさんからいただきました。ありがとうございます。読ませていただきますね。受験で余裕がなくなり、周りの人に話しかけられてもイライラしてしまったり、不安で急に勉強がストップしてしまったり、友達にも自信のなさから変な態度を周りに取ってしまい、迷惑をかけてしまう自分が嫌だと。で、受験はもうダメなのかなって、大丈夫って言ってくれるけど迷惑をかけてしまうくらいなら指定校推薦にするべきなのかなという思いが消えません。自己嫌悪でやめると後悔してしまうのでしょうかというね、質問が来ております。これ読んだ時にすごいシンプルに思ったのは、後悔するでしょうねって思いました。はい、ちょっと素直な気持ちを言うとね。でもこれ実際ケースバイケースだろうし、絶対なことはないんでしょうけど、やっぱりいろんな生徒を見てきた中で、負の感情、自分にとってのマイナスのイメージのある感情がきっかけになった決断っていうのは、やっぱりこう幸せな方に転ばないんですよね。転びにくいかと思っていて、だから今回このね、実際じゃ指定校推薦にするっていうのが悪だとは思ってないんですよ。結果的にミルクさんが指定校推薦を選んでもいいと思うんだよね。てか指定校推薦がもらえるぐらいの成績を取ってる方でしょ。普段頑張った、ご褒美というか頑張った成果で指定校推薦をもらっているので、その決断をしてもいいと思うんです。ただその決断に対して自分にポジティブな意味合いをつけられないんであれば、後々ずっと引っかかると思う。あん時にああしてしまったな、なんでもうちょっと頑張れなかったんだろうみたいな、っていう感じがする。てかね、ミルクさんの文面を読んでるとそう感じるんですよね。そういうふうに思ってしまう方なんじゃないかなって。だから後悔してしまうでしょうかって言われた時に、ミルクさんだったら後悔してしまう気がしますよって、その、決断をしたことに自己嫌悪に苛まれてしまう気がするから、自分はやっぱりまだ踏ん張っててほしいかなっていうのが個人的な思いでしたが、これで何かをね感じていただけたら幸いです。はい、という感じで今週もありがとうございました。ではね、今週のテーマに話していこうと思うんですが、人生は一つの実験だっていうのが多分皆さんのね画面に映ってると思っていて、これが今週のテーマになっているんですけど、最近っていうか9月に入ってからボイシーっていうところで毎日朝6時にね投稿してるんですよ、ラジオを。そう、今質問に答えさせてもらったみたいに Google フォームにね今質問相談いっぱいいただいてて、で週1回だとさ1件しか返せないんで、1日1件返していこうってことでボイシーで今やってるんです。でそこでさ、そこのボイシーに関してはいただいた質問に対して答えるっていうだけなので、自分が考えてることとかっていう発信にはしないようにしてるんですよ、意図的に。それはダラダラジオでやろうと思って。だからなんかね、いろんなことをこう質問とか相談に答えていく中で、やっぱこういうこと喋りたいなっていうのが前よりねなんか出てくる気がしますね。そうで、その一つが今回人生は一つの実験だっていう話をしていきたくて、これはそういうふうに考えながら俺が生きてるよっていう形です。よくね質問とかでいただくのが、例えば志望校を考える時とかにも、どっちがいいですかって聞かれたりとか、例えばこれ就職とかもそうだと思うんだけど、みんなが人生のターニングポイントになる時ってあると思うんです。これは学生だけじゃなくて社会人になってもね皆さんあると思うんですよ。人生なんてさ、もう毎日決断の連続だから。そうで、その時にもその決断をするべきことの中でもさ、ちょっとこう重要度が高いものね、こう人生に大きく関わってくる決断ってあるじゃん。もうその志望校とかまさしくそうですけど、その時にどっちがいいですかっていうのを聞かれることって結構あるんですよ、仕事から。だけど自分はあまりそういった大事な決断を他人に任せることをしないようにしてきてるんですね、意図的に。これはでも社会人になってからかな。学生の時はできれば決めてほしかったし、だからあれよ、全部が全部じゃないのよ。普段俺すごい優柔不断でね、できれば他人というか周りの人が決めたことに従ってたいタイプなの。後ろからちょこちょこついていきたいタイプ、こっち来いよってタイプじゃなくてね。
で、なんか例えばさ、じゃあ友達3人とかで集まってご飯何行くみたいになった時にはもう任せたい2人に、他の2人にで行ってもらって、あ全然それ行こうぜみたいな感じの方がいいのよ。でそれは別に自分にとって重要度が高くないし、どちらかというと、うーん、まあなんだろう、その2人が満足度が高ければいいかなって、俺別にそんな好き嫌いもないからっていう感じで、全然あのね、その普段は決められないんだけど、そういった大事な場面の、決断に関しては絶対自分の、より心がワクワクする方に、選んでいくっていう、自分の本心を大事にして、自分の気持ちを大事にして道を決めていくっていうのをすごく思ってるんです。で、その一つの中の考え方が一個が実験だっていう、人生は。で、これはいろんな意味合いがあるんだけど、一個大事なこととしては、実験って失敗がつきものじゃないですかね。絶対全部が成功するわけじゃないでしょ。実験なんてまさしくさ、失敗は成功のもとじゃないけど、たくさんたくさん失敗して試行錯誤して成功に近づけていくと思っていて、人生はそれだと思うんだよね。自分で決断をして、もちろん失敗した決断なんていっぱいあるし、自分もね36年も生きてれば、だけどその失敗を失敗のまま終わらせないコツっていうのは、やっぱり自分で決断するからだと思うんだよ。自分であの時こういう思いがあって、こういう過程があるわけよ。この道を選ぶっていうことは、きっとこういう景色が見えるはずだとか、こうなるはずだっていう過程を置いて、でも結論が一致しなかったりするわけ。こうなるはずだと思った A にね、 A っていう結果になると思ったのに Z になっちゃったよみたいなことが起こるわけだけど、でも自分の気持ちに素直に A ってなると思ってたから分析ができるんだよね。なんで Z になっちゃったんだろうって。でも他人に決断を任せてしまうと、なんで A になるって思ったかどうかがわからないから、結局 Z になったとしても、なんでそこがずれたんだろうも分析できないし、もっと言うと俺とか多分そのタイプなんだけど、その人のせいにしちゃうんだよね。あの人がこう言ったのになんなかったじゃん、なんなみたいな。俺はそれって人生楽しくないのよ、その生き方が。だから失敗なんてたくさんつきものだし、だからその失敗っていいんだよって。俺の人生完璧なんて無理だから。でもその失敗をちゃんと分析するためには、決断するときに自分の気持ちとか自分の内面とちゃんと向き合って決めていこうねって。YouTuber か、ね、YouTube の活動を始めた時もそうよ、と思っている。なんか自分本当運が良くて、人に恵まれてたりとか巡り合わせが良かったりとかして、今ここの位置にいるけれど、でも毎日やっぱ実験だよね。だから動画投稿1個撮ってもそうよ、動画のタイミング、あ、そう、まさしく言うとさ、昨日で撮ってんのちょっと土曜なんで今日なっちゃうんだけど、昨日高校受験対策の動画を投稿したんですね。今高校受験対策土曜に投稿するって決めていて、で初めて2本同時投稿したんですよ、同じ時間に。朝9時だったかな。そうで、あれも1個の実験ね。あの YouTube って2本の動画同時投稿って良くないって言われてるんですよ。良くないの実際に。そうで、すごい裏話を話すと、昨日関数と詩集っていうシリーズを上げたんです。で、まあ、詩集っていうシリーズが結構良くて、あの多くの方に見てもらえるコンテンツなんですよ。でもあえて重ねたんですよ。でしかも詩集を投稿した後に関数かな、だから最新動画は関数になるようになってたのね。でそうすると数字って変動するのかなっていう一種の実験をしてみて、まあ、結果的に大失敗したんだけど、すごい再生されなかったから。そう、でもそれはもしかしたらタイミングとかもあるかもしれないけど、その同時投稿っていうのはやっぱ良くないっていう、そう、多くの方に見てもらえるっていう観点で言うとね。でもそんなんもさ、やっぱりそうやって自分がチャレンジしたいと思ったからやったことだ、だから後悔はないし、別にそこに関して、まあもったいなかったなっていう気持ちはあるけれど、でもじゃあそれを次に生かせばいいわけじゃんか。そう、どうやったらより多くの方に届けられるのか、なんか自分そのバズるとか全然もう興味ないというか、俺多分バズらせる才能もないから、しそのなんだろう、めちゃくちゃね大きな影響力を持つ人間にもなれるタイプではないのはもう重々承知しているので、じゃあ自分ができる、信頼してくれてることとか、ついていきたいっていうね言ってくれる方により有益なものをよりちゃんと漏らすことなくこう届けるにはどうしたらいいのかなっていうのはやっぱすごく考えていて、そう、それをやっぱ毎日、ね、なんか大事な決断するときはやっぱ本当実験だなと思って、
チャレンジしてる感じかな。この感覚っていうのは別に押し付ける気はさらさらないんだけれど、自分の中ではすごく大事にしてる感覚、実験っていうのは、かなっていうのがね、今回伝えたくて喋らせていただきました。はい、という感じでダラダラショー以上でございます。今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。これをね、投稿してる時には私はきっとワクチンの副反応でやられてる時だと思います。今日のね、11時ぐらいに、午前のねに接種してきてるはずなので、まあね、ちょっとどうなってるかわからないんですが、ちょっと自習室もね、しばらくお休みいただいてると思うんですけれども、また生放送ね、自習室だったりとか、まあ、動画投稿、まあ、明日ね、月曜の動画はもう撮ってあるので投稿しますので、まあ、そちら見ていただきたいところもあるんですが、またね、こう生放送とかで皆さんにお会いできるの楽しみにしてますので、ぜひね、今週も一緒に頑張っていきましょう。ということで、また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。